作詞についての進捗は以上です。ええ、今日は元から私だけの予定でしたので、それに。トラブルと言っていいのかはわからないけれど、一応伝えておいた方がいいことが。それに結果的に、飯倉さんが懸念していた通り、私たちにはあのステージはまだ早すぎた。今ではそう思っています。何か いつまでも子供扱いされては困るわ。そんなつもりで言ったわけでは。ええ、さっき話した通り、とりわけリサがショックを受けていて、とはいえ待っていれば、今回歌詞を書くにせよ書かないにせよ、リサはアルバムのレコーディングまでには復調するわ。それは保証します。ただ本当にそれでいいのかと。どういうことですか？それをあなたが言うのは嫌な人ね。ありがとうございます。次もまたよろしくお願いします。いつもならベースの練習してる時間なんだけどな。作詞のこともいい加減結論出さなきゃ。と言っても答えはもう決まってるけど、はあ、嫌だな。もう逃げたくないのに。ユキナから？もしもし。リサ、話したいことがあるの。え？あの公園で待っているわ。リサが来るまで、ずっと。ずっとって。ユキナ？ちょっと。